皆様、アニョッスでございます。夏休みももう終わり、もちろん主も学生時代、何度も経験してますが、やっぱりめっちゃ悲しいですよね。ということで、夏休みの終わり以上に悲しい時ってあるかな？なんて話になりまして、学生時代を思い返してみると、結構悲しい時ってあったなと。ということで本日の動画は、学生の悲しい時茶番。それでは、お楽しみください。はーい、みんなお疲れ様。本日で、バレーボールは終了となります。お、次からは何かしら？私バドミントンがいいなぁ。バドミントンは3学期にやる予定です。なんだ、ニトリ、お外のスポーツがいい。ニトリちゃん、次回からはお外だ。サッカー、野球、テニス？いんや、次回からは、マラソンです。もう、終わりだね。悲しい時、悲しい時、体育がマラソンに変わった時。おい、高橋。よう主、どうした？今日さ、学校終わったら遊ぼうぜ。新しいゲーム買ったんだ。マジか。でも今日はごめん、英気に誘われててさ、あっちで遊ぶんだ。あ、そうなの？英気か。俺も結構遊ぶのにな。悪いな、また今度やらせてくれよ。じゃあまた後で。あ、うん、またな。悲しい時、悲しい時。結構普段から遊んでる友達に、誘われてなかった時。うわ、ニトリちゃんまた満点。簡単だった。はい、では本日はテストの反省を自分で分析し、自分で復習する練習をしましょう。ということで自習となります。先生は職員室に荷物取りに行くので、真面目にやってるように。はい。おいこら、職員室どこにあんだ。それにしても、ちょっと今回のテストはまずかったな。ニトリちゃん、ここ教えてよ。オッケー。そういえばさ、主は何点だったの？60点だった。へぇ。え、待って、何その点数、いつも赤点、30点以下じゃん。いやさ、さすがに母親にぶち切れられて、今回結構勉強したんだよ。あー、そうなのね。悲しい時、悲しい時。こいつには絶対負けないって思ってたやつに、テストの点負けてた時。おし、これで今日のスプライもバッチリ。それにしても、今回は多かったわね。主ちゃんとか、絶対にやってこないな。じゃあ遊戯さん、宿題チェックです。バッチリ終わらせたのに、持ってくるの忘れた。遊戯さんが宿題出せないなんて珍しい。まあ次回しっかりお願いします。先生、本当に、完璧に終わってるんです。それは信じますが、終わってても出せないのであれば、未提出にするしかありません。ですよね。悲しい時、悲しい時。宿題本当にやったのに、持ってくるの忘れた時。じゃあまずはストレッチからやるんで、二人組作って、英気やろうぜ。オッケー。豊姫さん、よろしく。やろう。ニトリちゃん、いつも通りやりましょう。遊戯とニトリ、仲良し。私、あまり。じゃあ霊夢は先生とだな。悲しい時、悲しい時。二人組とかグループ作りで、一人余った時。先生、奇数で二人組はやめてください。はい、ということで以上、昔を思い出しながら学生の悲しい時茶番作ってみましたが、皆様の悲しいエピソードは何ですか？ぜひ、教えてください。それでは、また次の動画で。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。